We're talking with Betty Hill, famous and first abductee. September 19, 1961, Betty, while driving with her husband Barney, was heading south from Canada when very early in the morning, he saw a strange light behind the car. It was September 19th. But what time was that, Betty, that this light behind the car appeared? Well, we would cross over the border into New Hampshire. On a dark September night in 1961, Barney and Betty Hill had a frightening experience in the mountains of New Hampshire. Later, they came to believe that they had been captured and studied by beings from another world. During their ordeal on the spaceship, Betty saw a star map said to contain astonishingly accurate astronomical details. They see this map as proof of alien contact. And all the while you and Barney were discussing it, what is this? What is that? ウィキペディア百科事典は次のように書いています。1961年9月19日の夕方、ニューヨーク州北部ケベック州で休暇を過ごしたヒル夫妻は自宅があるポーツマスへ車を走らせていた。ニューハンプシャー州グローブトンの南部で彼らは空に明るく輝く光の点を発見した。当初彼らはそれを流星だと思っていたが、その光る物体は上昇して月の近くで停止した。バーニーが国道3号線を通り抜けようとしたところ、物体を通信衛星ではないかと推測したベティは、もっと近寄ってみるため車を止め、飼い犬のデルシーを散歩させるようバーニーに訴えた。クマがいるかもしれないと心配したバーニーは、車のトランクに隠してあったピストルを取り出した。数年前に姉妹から空飛ぶ円盤を目撃した話を打ち明けられていたベティは、その物体が多彩な光を放ちながら月の表面を横切っていく様子を双眼鏡で観察した。飛行物体を見ていなかったバーニーは、その光が普通の旅客機ではないなどと考えもしなかった。やがてベティは、その青い物体が明らかに普通の航空機ではないことに気がついた。これがよく知られたヒル夫妻誘拐事件と言われている事件です。私林ヒル氏が注目したのは、その後妻のベティ・ヒルが2週間同じ夢を繰り返し見るようになったという点です。で、その後ベティはサイモンという医師により催眠療法を受けます。そしてその催眠療法の中で、ベティはベティが見たという星座の話をします。ウィキペディア百科事典は次のように書いています。サイモンはベティに星座をスケッチするように提案したが、彼女は躊躇した。彼女が船で見たという三次元元星図を正確に描くことは不可能だと思ったためである。しかし最終的に彼女はサイモンの提案を受け入れ、12の星々を特徴とした地図を書き上げた。これがその地図ということになります。そしてそれから7年後の1968年、オハイオ州オークハーバーの小学校教師でアマチュア天文学者であったマジョリー・フィッシュは、フラーの著書「宇宙誘拐ヒル夫妻の中断された旅」を読み、そこに掲載されていた星図に興味を惹かれた。フィッシュはこの星図を解読すれば UFO がどの星系、つまり星から来たかを確定できるのではないかと考えた。星図の12の星の一つは太陽を示すに違いないと仮定したフィッシュは、星図と基地の星とを
一致させることができるかもしれないと考え、製図を研究し始めた。そしてこの研究の結果、ヒル夫妻を誘拐した UFO はレティクルザ・ゼータ連星系をめぐる惑星の一つから来たのではないかと、そういう仮説を立てた。このフィッシュの仮説により、この事件はゼータ・レクテル事件と呼ばれることもあるが、大部分の UFO 研究者はヒル夫妻誘拐事件ないし、それに類する表現と呼んでいる。フィッシュはその分析結果をウェブに送った。彼女の結論に同意したウェブは、星座をアストロノミー誌の編集者テレス・ディキンソンに送った。ディキンソンはフィッシュとウェブの導き出した結論を支持することはなかったが、興味をそそられ、同誌の歴史の中で初めて UFO に関する記事として採用し、意見や論議を募集した。その後約1年にわたり、アストロノミー誌の投稿欄にはフィッシュの星座に関する賛否入り乱れた議論が掲載された。中でも星図と見えるものは偶然的な点をランダムに配列したものに過ぎないとするカール・セーガンとスティーブン・ソーターによる議論がよく知られている。後に UFO 研究家のキャサリン・マーデンは、セーガンがこの事件に関して嘘をついていたと告発した。それはともかくも、こうしてベティ・スミスが書いた星図と、そしてそれから7、8年経ってから分かった実際の星図が一致したというわけです。左上がベティ・スミスの書いた星図です。そして右下が実際の星図ということになります。右下がレティクルザ・ゼータ連星系ということになります。で、例によって、例のごとく、この事件の直後からヒル夫妻の誘拐事件を否定する論者たちが数多く現れてきました。例えば、白人のベティと黒人のバーニーが異人種間結婚した夫婦であることのストレスから来る幻覚ではないかという、つまりは人種差別的な説を示唆した説も多く出されました。さらには、ヒル夫妻の話はですね、 SF テレビドラマアウターリミッツの宇宙への架け橋で紹介された話と酷似していると。つまりヒル夫妻はその番組を見ていてヒントを得て、まあ、こうした説を作り上げたのではないかという批判もあったようです。そして一連のヒル夫妻誘拐事件については、ベティ・スミスの夢であったと、つまりベティ・スミスはそうした夢を見ただけだと判断なさるのは皆さん自身ということになりますが、夫のバーニーは1969年2月25日脳出血のために死亡しています。去年46歳であったと言います。またベティは2004年10月17日1年以上にわたる闘病生活の後、がんによって、他界しました。去年85歳だったと言います。冒頭に紹介した動画はその直前に撮られた動画ということになりますが、ここで事件が終わったわけではありません。その後、とんでもない事実が浮かび上がってきました。簡単に結論を言えばですね、ベティ・ヒルが 3D の星図を見て、まあ、それを記憶して描いた図と、最近の調査研究およびそれを 3D 化した模型と比較してみると、それが一致したというのです。一番上がベティ・ヒルが書き残した図です。一番下が
コンピューターで再現した 3D のそのあたりの製図ということになります。ベティ・スミスはエイリアンに見せられた 3D の製図をある角度の方向から見て、それを記憶したというわけですけども、実際の製図をですね、 3D 化しある一方向から見ると、ベティ・スミスが、まあ、記憶した製図と一致したというのです。で、私の方でですね、まあ、3D 化することはできませんでしたけども、まあ、その真似事のようなものをしてみました。左の製図がですね、ベティ・スミスが催眠療法の過程で書き残した製図です。右が、最新のコンピューター技術を使って、表現した製図だそうです。要するに、3D 化した製図をですね、ある別の一定方向から見ると、ベティ・スミスが書き残したような製図になるというのです。で、少し前に言いましたとんでもない事実に話を戻します。ここから先は皆さん自身の判断ということになります。インチキなのか本当なのか。プロジェクトセルポ。プロジェクトセルポは1960年代にアメリカ合衆国政府が秘密裏に行ったと UFO 研究家らが嫌疑をかけている極秘計画の名称で、レティクル・ザ・ゼータ連星系の惑星セルポへアメリカ軍人12名を交換留学に出したというプロジェクトのことを指す。開始当初はプロジェクトクリスタルナイトと呼ばれていたとも伝えられている。内容、この情報はアメリカ国防情報局 DIA の元職員と称する匿名の人物が2005年11月から UFO 研究家らへ公開し始めた E メールにより一般に知られるところとなった。この情報によれば、一般にロズウェル事件として知られている1947年7月頃にアメリカ合衆国のニューメキシコ州ロズウェル近郊で発生した2機の宇宙船 UFO の墜落事件で、宇宙船とともに回収された一人の生きた宇宙人の協力により、このプロジェクトが実現したという。この宇宙人は EVE、 つまり Extraterrestrial Biological Entity、 地球外生命体、すなわち宇宙人と呼ばれ、1952年に死亡するまでアメリカ合衆国内の秘密施設で生存したと言われている。イーブは宇宙船から回収された通信機器をはじめとする各種機器の使用法を地球人に説明した結果、惑星セルポとの通信に成功し、交換留学事業が開始されることとなったとされる。交換留学事業は1965年から13年間、10人の男性と2名の女性からなる特別チームをアメリカ合衆国から惑星セルポの宇宙船で惑星セルポに送ったと伝えられる。情報によれば、留学チームのうち1名は惑星セルポに到着前に宇宙船の中で死亡、そして1名が留学中に事故で死亡、2名は惑星セルポに残留を希望し居残り、8名が地球に帰還したという。帰還した8名は惑星セルポの2つの太陽の強力な紫外線によってすでに全員が死亡しているという。果たしてこの話はホークス、つまりいたずらなのか、それともリアル、現実なのか、私には判断しかねています。これ以上今のところ検証材料がありません。が、
レテクルザ・ゼータ連星系をめぐってはそんな話も漏れ伝わってきているということです。判断は皆さんにお任せします。 Bye for now.